スターライツのマイクチェック。では参りましょう。参りましょう。続いての王様はハーっていうゲーム。王様やーすい。うっ、それだ、見てた。うん、安いのうんですね。安いの、安いの、うん、うん、あん、あんでもいいよ、あんでもいいよ。まあ、これは演技力の話ですよね。そうだよ、確かに。でも自分が演じた運を覚えとかなきゃいけないもんね。いや、それはカード引くから大丈夫だよ。あの演じた後のどういった表現なの。俺今 そっちの運じゃないやつやっちゃったわって思っちゃうってこと。もう一回やってみたら再現が。ああ、そういうことね。ああ、そういうことか、うん。じゃあ自分だけ見ていただいて、それちょっと俺選択肢、はい、ちゃんと見よう。 A から H まで。なるほど。まさに今やってるやん。おお、いいじゃん、いいじゃん。どうでしょうかね。安井は整ってますか。僕はもうそうですね、まあ、割と整いました。整いましたか。した。じゃあ行きましょう。安井の運お願いします。ちょっと待って、ね、あ、ちょっと待って、分かりやすかったと思うんですけど、でも今ちょっとずるくない。う、1個多くなかった。それどうなんですか。審判長、あ、待って待って、審判長どうなんですかこれ。まあ許容範囲、気持ちがつながってれば OK。 そう、歌と一緒だ ね。 A メロと B メロつなげてる。そうそう、そういうこと。心持ちがあるか。待って、2個に、でも俺2個に縛ってる。もうめっちゃ1個だけど俺完全に分かりました。 OK、 OKOK、 そうだね、うん、じゃあ分かりましたかね。はい、はい、はい、行きましょう。じゃあ梅地から。じゃあ僕から。僕 H ですね。あ、私も H です。私も H です。私も H です。あ、満場一ですが正解発表お願いします。正解は D。 D、 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 私がってる。あ、そっちの悩んだよ私。あ、そうそうそうですね。じゃあ戸惑って運は安いだったらどうするの。もうおよりの運。え、悩んで運は。うーん、です。ああ、そうだよな。いいね、いいね。おかしいな。あ、ごめんね、おかしいなわ。おかしい、おかしいなの。うん、ちょっとテンション低めなんですか。俺個人的には元気いっぱい。あ、うん、なんかいいね。ポン、これやって、これやって、これやって、B やって、B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 、踏ん張って、うん、うん、になってなかった。もうお後がよろしい。そうですね、ということで。ありがとうございました。じゃあ次の王様はカーズだ。カーズだ、はい、カーズだ。なんか面白いの出たらいいね。そうだね、あれだね、同じの引いとけばよかったな。難しいね。同じの出たらもう一回引こう。あ、ごめんなさい、それやりたい。これやったっけ。大丈夫はやった。梅っちの大丈夫。あ、大丈夫やりましたで、じゃあ一回戻します。あ、抜きます。なんでみんなこれ隠すんだろうね。これトランプじゃねえんだけど。はい、これです。にゃーにゃーです。にゃー、これでいいね。みんなこれ返してくれた。大丈夫。1、2、3、さ、これ今までの中で一番むずくね。あ、でもだって皆さん今テロップ見てるけどさ、なんかちょっとそうだね、日本語じゃないね。日本語じゃないって。なんかさ、あいず、状況描写がすごくない、なんか。いや、でも、でもほら、カズさんぐらいになったらさ。いや、捨て猫のニャーって何よ。いや、だからさ、拾ってほしいの、拾ってほしい猫だよ、ね。それは自分しか見ちゃいけない。これは OK、はい。はい。じゃあ、皆さんも大丈夫かな。どうしよう、ちょっと大丈夫かなって笑っちゃうね。私も笑っちゃうと思う。性のイメージしかないからな。マイクチェックね。それうちらだけね。これ多分当てられないんじゃない。俺もリアルでやるけど頑張るけど。え、リアルでやるの。あ、じゃあごめん、あ、ごめんっていうかちょっとあれだけど。え、現実。まあまあまあ、なし、なしっていうか、まあちょっとそのままやらせて。じゃあカズさん整いましたか。オッケー。ちょっと待って、もうちょっと時間ちょうだい。今温めてる、すごい温めてる。カード折らないで。今猫になってるから。温めてます。猫に。ってことは。じゃあ、okay、カズネコさん整いましたでしょうか。はい。じゃあカズさんのニャニャ、オッケー。カズさんのニャお願いします。ニャ。ちょっと待って。あ、ちょっと分かったかもな。あ、分かった分かった分かった。あ、分かった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 。もう一回お願いします。ニャ。ああ、もう。
僕は全部伝わったって分かった。私も分かった。私もバラバラ結構ばらけて。もう完全にカズさんは F です。いや、威嚇してた今の。逆に俺らのこと威嚇してるんです。あれバカにしてるんです。もうバカにしたニャーじゃん、それじゃん。威嚇のニャー。答え言っていいの？じゃあカズさんのニャー正解発表お願いします。ニャーチーイエーイ。これむずくない？これ甘えるニャーって、甘えるニャーやってじゃん、カエル。あ、かわいいかな。じゃあ、ゆき、私ゆき一番やれる？やれるのか、お前。やれるよ。やるかやらないかでしょ。ちょうだい、ちょうだい。にゃあ。なんかちょっとスケベな、スケベな猫じゃない？めっちゃめっちゃ欲しい、めっちゃちょうだい。甘えたにゃちょっとウィスパー気味でした。なんかいいですね。じゃあ大鳥ですよ。大鳥気持ち。大鳥で。入りましょう。安いのには甘えたにゃお願いします。あー、いいねー。やりきれず。それだわ。正解発表安いでした。C のにゃは安いが正解です。なんで威嚇だと思ってんの？俺のお前のそこ揺さぶろうとしてね。威嚇されちゃったんだね、じゃあ安いは。オッケー。じゃあ皆さん合ってたかね、今のね。ね、うん、ちょっと結構俺の中で甘えたつもりなんですけど、ね、オッケーオッケー。いや、すごい楽しかったじゃないですかね。まとめだまとめだ。いや、いい回でしたね。良かったじゃないですか。これまた違うメンバーでもね。そうだね、見せられたら面白い。ニエさんのニエとか聞いてみたいですね。ニエさん需要ある。もうさ、ニエさん、リエさんにはニエしか聞かせないようにしとこうか。あ、もうニエさんがちょっと、うん、これね。でもね、コウタがね、ちょっとね、うるさそうなんだよね。あ、やりたがりそうなんだよね。メリオンボイスを使ってこう。そう。あー、そうだね。ちげえよ、ちげえよ、なんて言うんですよね。面白そう、面白そう。俺今甘えたよ、なんて言ってね。ちょっとそれ鬱陶しいから、コウタはやめときましょう。リーダーいない時にまた、そうだね、お楽しみにしていただいて。ね、ということで、はい、ハーっていうゲーム、スターライツバージョンお届けしました。にゃー、バイチャー。スターライツのマイクチェック。この番組の高評価グッドボタンぜひともよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。